こんばんは。出っ歯の何？欠点。リップかじっちゃう。こんばんは。一週間お疲れ様です。みんなよく頑張った。一週間。ちょっと鼻水出てきそう。テルイさん、メリークリスマスのソリプレゼントありがとうございます。こんばんは。こんばんは。しやけさん、ラブレター。つぶやすけさん、愛してる、結婚してありがとうございます。あるあるではないかも、リップ食べるのは。そんなしょっちゅう食べることはない。たまについちゃうことはあるけど。はあ、一週間あっという間でしたね。金曜日になりました。そうです。皆様遅くなりました。すみません。ブログ、11月のブログと、七並べのランキングを今日上げました。遅くなってすみません。もう13日だっけ、今日。遅いよなあ。ごめん。お待たせしました。そう。一番最初の頃はフックフェスで頭がいっぱいで、終わったと思えば今週はなんか何かとお仕事がたくさんあり、すいません遅くなって。まだまだマルチタスクはできないようです。でも去年に比べればできるようになったかも。成長成長。ジャガさん、雪の結晶、アッキーセブンさん、ハッピーバースデーかな？風船、ありがとうございます。テレイさん、プレゼント、ズキちゃんさん、結晶、ホリちゃんさん、結晶、ありがとうございます。そう、今週は、チェキ会もありまして、ショールームは2度目ですね。テレイさん、プレゼントいっぱいありがとうございます。ブログは、昨日、一昨日、あげてもらいました。一足お先にブログだけ上がってたんですが、なんか今月 STU の公式の何ツイッターアカウントでなんか上げられててびっくりした。いつも上げられることないのに。初見ですが、初見じゃないよ、アカウントが変わっただけ。そうなの。アルディさんかな。こんにちは。ノアピと姫タン。惜しい。テルイさん、プレゼントありがとうございます。ねえ、12月もいよいよ後半戦です。私はこっから勝負です。こっから勝負です。マジで。体調崩さずに乗り切れるかが本当に心配。テルイさん、プレゼントいっぱいありがとう。ユースケさん、ハート。ケンシロウさん、プレゼント。つぶゆすけさん、ハート。ありがとうございます。握手会&サイン会結成した。ありがとうございます。いやー、マルチタスク。でも、まあまあまあ。まあまあできるようになった。まあまあできるようになったんよ。そう。学校の、まあ授業とか勉強関係が1個やろ。ほんで、企画系が今2個入っとって。そう、2個、いろいろ動かしてます。団体を。ほんで STU のことやろ。そう、4つ、頭の中には4つのことが考えられています。そう、来年になったらこの何団体2つも多分結構なんだろう、リーダー的な役目に近くなっていくから、やらなきゃいけないことが増えると思うんだけど。テレイさん、プレゼントいっぱいありがとう。こんばんは。みーさん、ハッピーバースデーありがとうございます。ゆうすけさん、ハート。ありがとうございます。こんばんは。
そう、今日はプレゼント、誕生日プレゼント届いてる分だけ紹介しようかと思っております。最近めっちゃ肘が痒いんですよ。なんでだと思う？ほんでさ、でも長袖じゃん。だからさ、こうやって必死に手を突っ込んで書いてるんですけど、痒いです。どうしてでしょう。こんばんは。そう、まあ大学の方はあと1週間ちょっと、クリスマス頃終わりなんですけど、そうだし別に特にテストとかもないので休んだ分の課題を終われれば冬休みを迎えるという感じなんですが、そう、テレイさんプレゼントめちゃめちゃありがとうございます。あら、大阪で風邪を持ち帰ってしまいましたねえ。なんかさ、ママもねえねえも喉痛いだとか咳出るだとか言うからさ、ほんとやめてほしい。結構今なんだろう、頑張ってるからさ自分で言うのもおかしいけど、結構私もギリギリ生活をしてるから、ここで体調崩すわけにはいかないのよねえ。なんかインフルとかさ、コロナとかマイコプラズマ肺炎はもう収まったのかな、わかんないけど、なんかいろいろ感染症も流行ってるって言うから気をつけなきゃだね、みんな。ムネヒロさん、クラッカー、ヒゲジーしんちゃん先生、決勝ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。え、留年しそう？誰が？私が？みえさん、プレゼント、あきらさん、決勝、温度の特訓さん、クラッカー、ありがとうございます。こんばんは。ゆうすけさん、ハート、ケンシロウさん、ハート、みずてつさん。これはなんだ？ロールケーキみたいなやつ。ありがとうございます。こんばんは。うなこうは。かゆい、かゆいのうなこうは。ヒラリンハットさん決勝、ケンシロウさんハート、ミズテツさん決勝、ありがとうございます。ねえ、乾燥してるからかね。でもね、右肘だけなのよね。なんか噛まれたんかなとか思いつつ。ケンシロウさん、だるま、ありがとうございます。今日の配信は30分ぐらいで終わる予定ですが、この調子で喋り続けて大丈夫かなとちょっと不安にはなっております。もうちょっとしたらプレゼントの紹介にも行きたいと思います。みゆさん、プレゼントありがとうございます。こんばんは。冬休みはそうですね、レッスンに追われると思います、多分。28日の、2期生5周年コンサート、大忘年会、そして12月31日のカウントダウンライブ。ね、冬休みに、なってもまだ2つライブが残ってるので、多分。冬休みもレッスンに追われ、年明けは、年明けは何するかな。でも年明けも多分もろもろ忙しいんですよね。わかんないけど。年明けは、とりあえず免許更新に行くこと、あと何しなきゃいけない？冬休みの課題がちょっと出るかもしれん。出てなくてもちょっとやらんといけんやつがある。そんぐらい？ばあ。そんぐらい？そんぐらいかな？わかんない。でもとりあえず免許更新は行かなきゃ絶対。みゆさん、プレゼント。つぼゆうすけさん、プレゼント。ありがとうございます。今度のプレゼントは可愛いやつです。ありがとうございます。お待ちしております。嬉しい。そうです。日曜日はまた、今度は17ライブという別のアプリで配信があります。クリスマスコンサートに向けたメンバーリレー配信で、私は15日日曜日の20時からです。そう。今週は配信が多めですね。みんなから知ったらよく見れるね、私が。配信ってでも、一方通行、なんていうの、直接会えるわけじゃないから、
こっちはちょっと寂しいんだが。みんな見てくれてるかなと思いつつ。こんばんは。みゆさん、プレゼントありがとうございます。ねえ、映りたくないんです、本当に。今映さんでって感じ。1月になったらいくらでも映していいけん。1月になったら、もう、いくらでも映してください。学校1週間休みます。なんかでも、そう。なんかさ、高校の時とかまではめっちゃ学校サボりたいみたいな。そうやって何、何インフルとかになって、1週間、合法的に休めるみたいな。めっちゃ嬉しかったけど、大学全然そんなことないんですよね。逆、なんか、休みたくないって思っちゃう。インフルでも学校行きたいってなっちゃう。やばいよな、絶対。ちょっと、大学が楽しすぎて。さあ、授業がいろいろ面白いので、休みたくないんです、あんまり。あら、先週までマイコプラザマ。大変でしたね。それ大変だ。みゆさん、プレゼントありがとうございます。予防接種、予防接種はインフルの予防接種はもう今年しました。いつかな、いつした、11月中にしたはずです。やりました。みゆさんプレゼント、宗弘さん決勝ありがとうございます。団体の掛け持ちは大変だけど、いろいろ考えなきゃいけないから大変ではあるけど、どっちも何、大学内で完結というか、大学内で動いてる団体なので、楽っちゃ楽です。先生とか、あの何、上の先輩たちもいろいろ知ってくれてるので、そう、休むときは休めるし、意外と楽です。移動時間とかもないので楽ですよ。ほいちゃんさんプレゼントありがとうございます。みゆさんプレゼントありがとうございます。でもね、なんだろう、企画書作ったりとか、何が大変、ミーティングはまあ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 って感じ。夜あるのはね、確かに眠いけど、そう、でも一個はもう電話だから、別にお風呂入りながらとかでも最悪いいんですよ。この前そうしたな。先週先週は、レッスンの後だったかな。お風呂入りながら、ミーティングして、ゆなちゃん知ってる?とかって言われたら、シャワー止めて、お風呂の響く音響の中答えました。そう、でもそれを許してくれるんで、そう、でもみんなご飯食べながらとかなんですよね。だから一個のミーティングは楽、もう一個はズームで映さなきゃなのでちょっと大変ですが、でもいろいろ勉強になります。企画書の書き方なんて大学生なかなか実践できるもんじゃないので嬉しいです。みゆさんプレゼントありがとうございます。しんやけんさん、ハート、てるいさん、レインボースター、ありがとうございます。こんばんは。プレゼント全部あげる。ありがとうございます。ありがとう。ねえ、カウントダウンライブが本当に一番大変だと思うよ。1時まで起きとけるか問題。しかもさ、その前に各ユニット対バンが入ったじゃん。もしあのメンバーに選ばれたらお昼寝ができないということで、結構きつい。だから、正直あの日は出たくない。カウントダウンライブが絶対ならちょっと寝ときたいので、ちょっと外してもらっていいですかって思っちゃう。そんなん言っちゃよくないけど。お昼寝時間が欲しいのでって思っちゃう。みゆさんプレゼントありがとうございます。そうです、免許更新早く行かなきゃと思いつつ、バタバタです。12月は本当に。まさゆみさんラブレター、みゆさんプレゼントありがとうございます。ゆすけさんハート、女の徳さんハッピーバースデー、
ありがとうございます。ありがとう。課外活動はどうなんですかね。でも出るってなってもあれじゃないような気がする。新公演じゃないような気がする。みゆさんプレゼントありがとうございます。ソーリさんハートありがとう。むねひろさんプレゼント、みゆさんプレゼントありがとうございます。17ライブはそうですね、シチューのアカウントだと思います。見てない、まだ X のところにあのお知らせの投稿をリツイートしといたので見てみてください。こんばんは。こんばんは。こんばんは。水鉄さんハートありがとうございます。こんばんは。 K パンダさんハート、しんちさんプレゼントありがとうございます。こんばんは。しんちさんハート。まあまあ太郎さんプレゼントありがとうございます。女の特訓さん、リンボーした、ありがとうございます。そう、お風呂、だから電話の時しか絶対お風呂入らん。さすがに、ズームの時はちょっとなんかあったらいけんけん。怖い。もうやるにしても、お風呂の外に携帯置いとくかも。で、音量マックスにして入るかも。そう、さすがにね、ちょっと怖すぎる。ナスノさん、プレゼント、ムネヒロさん、レインボースター、ありがとうございます。ユースケさん、ハットユージさん、プレゼント、ありがとうございます。最近っていうか、その企画書を書いた勢いで、そのまま先生にメールしたりとかするんですよ。送ってる時に。メールするんですけど、そう。メールの書き方もさ、やっぱ何、言葉が丁寧になるじゃん。だからさ、最近それを、私の、その、STU の、何お知らせ。X とかに、メールとかに、なんかその丁寧な言葉を使っちゃいそうで、そう。めっちゃ打ち直すよく。今日も、なんだったっけな。お待たせいたしましたみたいな、こと書いたんよ。で、投稿する前に見直しよって、うん?みたいな、肩苦しすぎんかと思って、お待たせしましたに変えた。メールの癖でついつい送っちゃった。送っちゃった。打っちゃった一回。そう。投稿する前に気づいてよかった。ゆうすけさん、音符ありがとうございます。天式さん、プレゼントありがとうございます。そう、お風呂はちょっとさすがにやばいです。その団体は女子だけではないので。女子だけでも嫌だけどね、お風呂見られるのは。そう。いろんな人がいるやつなんで、ちょっとさすがに、ズームでは、映るとやばいので、ズームの時はお風呂からしません。電話の時だけ。電話もだって基本ミュートにしてるからね。なんか聞かれたら、マイクオンにして、喋ってまた切って、髪洗って。忙しいよ、ほんと。水曜日の夜は、毎週ミーティングをしております。天式さん、プレゼントありがとうございます。ゆなゆなメール、ガチメールで言っても、やばいでしょ。ガチメールって言ってもね、多分先生相手だから、そんな、多分社会人ほどガチではしないんだけど、言葉は綺麗になるよね。LINE とかに比べれば。エンジェラーさんかな?違うかな?はじめまして。こんばんは。こんばんは。みゆさん、決勝ありがとうございます。メールありがとうございます。そう。いや、水曜日のミーティングは、なんか、私まだいいんですよ。いいんですよ。よくないけど、何
そんな重大な役職じゃないんですよ。副リーダーみたいな感じなので、そう。重大な役職じゃないので、あんまがっつり、聞いてるのは聞いてるよ。けど、そんなメモするほど複雑な内容も出てこないし、そう。だから、いけます。そう。もう一個のズームの方は、マジで複雑だし、頭使うし、大変なのよ。ズームだし。そう。電話の方はなんか報告会ぐらいな感じなんですよね。この一週間、こんなことありました、みたいな。来週の予定は、こんな企画あるので、企画書誰が作りますか、みたいな。それぐらいなんですよ。だから、そう、いけるんですけど。そう。食通メール。今年の元日は頑張る気がありません。こんなん言うといけんけど。ちょっと頑張る気力が起きません。寝たい、普通に。1時まで頑張るから。深夜1時まで働くので、1月1日は寝かしてください。あー、わからん。川崎深夜テンションでそのまま遊びに出たら、まあメール送れるけど、一通はさすがに送るよ。明けおめメール。けど、去年みたいにちょっと頑張らない。てか、去年も結局、あれは完成したんだっけ？完成ってか全部送れたんだっけ？元日公演があり、で、ネット環境すんごい悪く、で、途中で地震があったじゃん、石川の。地震があったから、防災士モードに切り替わり。そう。地震が心配で心配で、メール、自分のメール送るどころの気分じゃなくなっちゃって、どうしたんだっけ？ 2 日か3日かけて送り切ったんだっけ？どうしたか忘れちゃった。ゆうすけさん、ハート、ありがとうございます。ショールームのお風呂配信はしません。おきさんじゃないからしません。さすがにしないよ。川又家はね、どうだろう。よくわからんけど、1月1日からそのまま出かけそうだよね。深夜1時に至って私が終わってお迎えに来てくれるということは、そのまま出かける可能性もあるよね。全然わかんないけど、気づけば25分じゃないか。出雲大社はなんなら日帰りで行きますよ。川又家、普通の日帰りドライブで行きますので、どこまで行くかね、わかんないけど。プレゼント行こうかな。もうちょっと机の上も汚いし、やる気出ない、本当に。よくないよね。ちょっと先にちょっと教科書片付けさして。いらん教科書片付けさして。ちょっとすごいごっついのがあるんよ。ここは映ってもいいものだらけだと思う。よいしょ。ファイルもせんといけんし。頑張れー。今日、本当はお昼で授業終わったんですよ。でも、いろいろ課題溜まってたり、やらんといけんこといっぱいあって、6時まで学校にいました。偉くない？もう褒めてもらってやる気を出そうとする作戦よ、今。私には褒めてくれる人がたくさんいるから。偉いでしょ？偉いと思わん？12時に終わったのに6時まで学校おったんよ。6時間残ったんよ。えぐい。めっちゃ褒めてもらおうとしてる。長すぎん？ほんでさ、休んどった分の課題終わったけん出しに行こうって思ってさ、先生の部屋行ったらさ、二つ課題あって二人の先生のとこ行こうと思ったんやけど、二人ともおらんくて。
あ、頑張った意味みたいな、今週中に出して借りたかったんやけどと思いながら、まあでも終わったから気が楽です。終われば OK よ。よいしょ。偉いでしょ、頑張った、6時間頑張りましたよ。なんかここだ、よいしょこんばんは、ブルシーさん、ハートありがとうございます。川間時福岡方面と見た、そんな気がするそんな気がする、関西には行かないような気がする、どこだろうね、全然知らんけど。お片付け苦手ではないかも。朝時間割りして、時間割りっていうか教科書入れ替えるから、パンパンって机の上で投げたまんまで出てっちゃう、走って出てっちゃう。大掃除のご予定は特にありません特にありませんが、もしお休みがあるのならしたいですね、大掃除ね、気分的にね、したいよね。あ、まあいいや、後でいいや、いや忘れる、ちょっと今やらして、今日黒のボールペンを買ってきたい。よいしょ、忘れるから筆箱に入れます。あー、スリッパ脱げちゃった。こんばんは、ゆうすけさん、音符ありがとうございます。偉いでしょ、優しい、みんな嬉しいこれで元気が出る、嬉しいよ。一人で学校に残り、今日結構みんな友達1限2限で終わりの人らばっかなんで、さっさと帰っちゃうんですが、ピーヨコチャンネル&ウレピーマンさん、ピーヨコちゃんさんかな、どれもありがとうございます。カメさん、レインボースター、ナスノさん、決勝ありがとうございます。こんばんは。川又号は、2号はスタッドレス履きました。1号は明日やるそうですふふ。私はスケジュール管理はスマホも手帳も両方ですね両方派です。そう、両方スマホはアプリで結構いろいろ入れてて、手帳はなんだろう、忙しい日とか特に時間単位で書いてやってます。そう、この手帳一回メールに送ったかな、これカードみたいな、なんか切って貼って作ったんですけど、入れてます。それをサイズ感合ってないんですけど、この手帳で1年間乗り切っております。テレイさん、ロールケーキありがとうございます。黒のボールペンのインクが切れちゃったので買いました。交換はでもまたいつか。ちょっともうトゥートゥーリストが何が何だかわからなくなってきた。これは一旦捨てよう、わかんないもう、これは一旦いい。よいしょ、ゆうすけさん、ハートありがとうございます。あすこさん、決勝ありがとうございます。広島はスタッドレスギリ履きますね、ギリなのかわかんないけど一応履いとく感ありますね。川又家はいろんなとこ行くし、そうそうなのよ。ゆうすけさん、ライフハートありがとうございます。手帳どっか見せれるページあるかな。見せれるかな。
微妙なとこばっかり。でも一瞬ちょっと 字が汚すぎて多分分からんけん。そう。どうにか見せようとしてんだけど。見えんよな、どうやったって。そう、こんな感じで、この一日の、書いてないページ見せればいいんだ。そう。こういう感じで一日のあれが書けるページがあるんですよ。時間ごとで書けるみたいな。そう。忙しい時、忙しい時っていうか、まあ基本毎日書くようにしてます。下に日記書くとこもあるので、書くようにはしてます。でも、毎日は書いてないです。今週も火曜日から書いてないです。そう、こんな感じでございます。みゆさん、カラフルのだるまありがとうございます。ありがとう。落書きはないですね。手帳はお風呂配信どっちなら見せる？手帳はね、全然ミス、友達とかなら見せれるんよね。けどね、ちょっと全世界に公開するのはやばいので、あの大学とか最寄り駅とかバレそうなので。そう、それはちょっとさすがにね、やばいんですけど、全然友達とかなら見せれる。アイラ大好きさん、プレゼントありがとうございます。テリーさん、プレゼント。アイラ大好きさん、決勝高弘マックさん、ペンライト。まさふみさん、ハートありがとうございます。ゆうすきさん、ハートありがとうございます。半過ぎましたね。メールも送らないといけないので、4時5分か50分には絶対終わるんですが、そう、あのスマホで管理する方もアウトルックとかではなく、あのあれです、タイムツリーです。私はタイムツリー派です。川俣家昔からタイムツリー、いつからだろう、アクターズの時からだから、小学校、中学校、中学生ぐらいからずっとタイムツリーです。テルイさん、プレゼントいっぱいありがとうございます。貴重にポエムはないな、さすがに。今日のメールは何送ろう、何送ろう、何送ろう。図書館で写真撮ればよかった。また同じやつだけど、6時間こもったよって。さあ、それではプレゼント紹介をしていきましょうか。何個届いてるかな、3つぐらい、3人分ぐらい届いておりますので紹介していきたいと思います。じゃじゃん。まずお一つ目、お手紙は読みました、ありがとうございます。ありがとう。お一つ目はコートですかね。コートだと思います。鼻が詰まってきちゃった。あ、鼻詰まりは風邪じゃないから心配しないで。冬になると私ほぼ毎日鼻詰まってるから大丈夫、気にしないで。ペンケースが元に戻んない、戻った戻った、ありがとうございます。ゆうすきさん、ハート。ジョンドーさん、プレゼント。アオリドスキさん、レインボースター、ありがとうございます。よし、コート、こちらのコートです。じゃじゃん、かっこかわいい、ビシッと。見えてんのかな、コートです。ありがとうございます。ちゃんとあったかそう。
ありがとう。スーツの時のさ、上着めっちゃ迷っててさ、去年っていうか前の冬は、あの高校の時に指定学校指定のコートがあって、買う人ほとんどいないんだけど学校指定のコートを買ってたので、高校の時のコートをスーツの時着てて、昨シーズンは。でもこれを着ようかな今度から。ありがとうございます。ちょっと一旦畳んで机を開けます。よいしょ。コートありがとうございます。そう、あったかそうだよね。あれ大好きさん、ハートありがとうございます。お次はですね、お次はこの子行きましょうか。名前見えちゃっていいのかな。青色のあの子ですよ。カードも見ました、ありがとうございます。じゃじゃん、やっほこれぐらいにしとこ。ぬいぐるみが届きました、ありがとうございます。ありがとう。半分ぐらい写しといてあげるね。かわいい、耳が立つへかわいいですね。ありがとうございます。大学、高校の時だよ。高校の学校指定のコートを売ってて、別にそれじゃなくても全然着てってよかったんだけど、買ってみたくて買ってみたコートを大学でも使ってたフルペチーノさん、ハートありがとうございます。ゆなに似合うか、そう、坪井ゆうすきさんありがとう。水色の子が1,2,3,4 でかいの4人目ちっちゃいの入れたら6人目かな、多分 1,2,3,4,5,6 6人目です。バーそう、かわいいでしょん、かわいいでしょん。 R 大好きさん、レインボースターありがとうございます。水色の子、青色の子が仲間入りしました。こんにちは、ありがとう。そしてラストですね、ラストありがとう。こちらもディズニー好きだから嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。ちゃんとさ、これ多分ディズニーストアのさ袋なのよね。ありがとう。ちょっと割れ物気をつける。こちらも箱に青色の句が書かれています。じゃじゃーん、嘘、充電が切れちゃったの。 20% だって。早く終われってことかな、充電できてなかったっぽい。どうして、わかんないよ、早めに終わろう。そう、こちらは青い子のマグカップです。ありがとうございます。ありがとう。マグカップ、おしゃれじゃない？マグカップとかあんま使わないんだけど、家にない。これでコーヒーは飲めないので何にしようかな、ホットミルクとか飲んでみようかな、蜂蜜ミルクとか。ありがとうございます。青色の子がいっぱい増えました、
ありがとうございます。マジ箱も可愛いしさ、可愛くない？箱物こそ可愛い。箱リボン付きで、ありがとうございます。まさぐみさん、ありがとう。お手紙もありがとうございます。以上、プレゼント紹介でした。本日のプレゼント紹介でした。でもなんかみんなのお話聞いてる限りまだまだ届きそうな感じなんだよね多分まだ何人か送ったよって言ってくれたから、本当に送ってくれてるならまた届きそうなので、また届いたら配信でご紹介します。この子はもうそのままベッド行きですかね。飛んでくかい、スティッチ。スティッチ飛んでていい？ありがとうございます。誕生日プレゼントありがとう、嬉しいです。カミリア K さん、はじめまして、こんばんは。スティッチさん、ベッドへ飛んで行っていいですか？ポーンってやっていい？ちょっと一応プレゼントだから聞いてみる。いいですか？ぜひだって。よし、それでは、スティッチさん、お仲間のところへ、行ってらっしゃい。もうちょっと待っててください。後ですぐベッドに行きますから。よし、以上です。ありがとうございます。スティッチさん、飛んで行きました。ありがとう。お手紙も入れて、コートも戻して。机を一旦広く。ちょっとマジで、ベッドの上、ほんまにやばいんですよ。ちょっとそろそろベッド選抜外が出始めるかもしれん。ぬいぐるみベッド選抜外。ベッドじゃなかったら、どこに置くって話なんじゃけど。ありがとうございます。それでは、45分になりますので、テントでの塾。終わります。終わります。床選抜か。確かに、ベッド下選抜ありかも。ベッド下選抜もいるのよね、今。アンダーみたいな。アンダー、ちっちゃい子がね、5人ぐらい、下にいる。あ、眠くなっちゃった。アキラさん、だるま、カラフルにありがとうございます。ベッド下選抜と、ベッド選抜。でも、ベッド下選抜の子も、ちゃんと箱に入れて、みんなで、何？おしくらまんじゅうしてる。よくないのね。よし、ランキングいきます。そしてこの後メール。メールマジ何送ろう今日。まあいいか、自撮り撮ろうか。配信ありがとうって送ろうかな。自撮り撮ってみるね。違うわ。多分衣装の自撮りがいっぱいあるから、なんか良さそうなの送ってみる。くしゃみが出そう。よし。ああ。なんか送ってみます。オノロトックさん、おめでとう。ありがとうございます。やばい、アレルギータイム入ったかも。それではランキングに行きまーす。今何分？ 45 分くらい今。大丈夫だよね。間に合うよね。さっと終わりますよ。13位、しんやけいさん。12位、ほりちゃんさん。11位、青色大好きさん。10位、なすのさん。9位、水鉄さん。8位、あきらさん。7位、今日のつぼゆうすけさん。6位、むねひろさん。5位、かめさん。4位、あきーセブンさん。3位、おんどのとっくんさん。2位、みゆさん。1位、てるいさん。
ダンジョンの皆様ありがとうございます。ありがとう。鼻が詰まってきた。45分だ。いい時間ですね。ありがとうございます。さらーっと12月の予定、今後の予定だけ確認してきますか。あ、え？言うてもう特になかったわ。もう今ここまで終わりましたので、次12月15日ですね。この間に17ライブの配信が12月15日、20時夜8時から私の当番でございます。入ります。12月15日ここあります。そして12月22日クリスマスコンサート、12月28日2期生5周年コンサート&大忘年会2つ1部2部とあります。そして12月31日カウントダウンライブでございます。その前は、課外活動が2つずつ対バン形式で2個ライブをやって、深夜からカウントダウンライブということで、この日は盛りだくさんでございます。皆様年末に向けて忙しい人もいれば、いや忙しい人がほとんどだと思うな、忙しいと思いますが、息抜きに私たちに会いに来てはいかがでしょうか。私も頑張ります。やばいよ本当に、結構やばい。今から本当に勝負だと思う。頭の記憶力も整理しつつ、体のケアもしつつ、頭をフル回転させて頑張ります。頑張る。本当に結構やばいと思ってる。結構やばいと思ってる。ほんまに気抜いたら多分病むので、私気を抜かずに行きましょう。頑張る。頑張れ。頑張れ。頑張る。頑張る。頑張るしかない。頑張る。頑張ります。一旦、なんか出てきちゃった。一旦何も考えない。何も考えないことはないけど、一旦そんな気持ちを追い込まない。そう、弱音吐き出すと止まんなくなるからね。頑張れ。頑張る。頑張ります。ヘタレたちよ、ほんまに。頑張れしか言わん。頑張る。頑張るよ、ほんとに。キヨ兄さん。クラッカーありがとう。ああ。頑張ります。ダメダメ。考えたら負けだよ。忙しくしてるのは自分だ。頑張れ頑張れ。頑張る。キヨ兄さんクラッカーありがとう。アンドロトックさんファイトありがとうございます。ありがとう。本当にメール送らなきゃ。 NRR0022 されました。ありがとうございます。はぁ、あ、頑張れ。頑張る。頑張る。一旦頑張る。頑張るしか言わないけど。大丈夫。一旦ね。ありがとうございます。よし、メール送るので配信終わりますよ。それでは、それでは今日の配信終わりまーす。それでは遊びに来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さーん、はーい。
ありがとうございます。ありがとう。それではこの後メールを送って七並べもしたいと思います。待っててください。それでは今日の配信終わります。次の配信は来週の平日どこかでできる時間を見つけてやろうと思いますが、結構ゲリラ配信っぽくなるかもしれない。また X でお知らせします。その後はその次は25日ですね、水曜日火曜日25日に配信予定です。またふぅまた遊びに来てください。それでは今日の配信終わります。ありがとうございました。5 4 3 2 1、川端ねー、ありがとうございました。おやすみなさーい。川端ねー。